これこれのタンプレ開封？何それ？それいつやん？呼ばれたら行きたいけどね。なんか勝手に行くとまた嫌われる要因になっちゃうから。10月1日行ってほしい。一緒に祝おう。どこに行くの？ライバーの事務所？また一回クリスマスの時とか呼ばれて行ったけどね。その時ヒイラギリオもいたかな。そうだ、リスナーさんに言われて行ってもね、なんか叩かれるからね。あれの時のそうよ、これこいのライブとかもそうよ、行って行ってって言って行ったらめっちゃ炎上したからね。結局配信はできないかな。行ってもいいけど配信外だね、こっちは。そこで便乗しちゃいけないんですよ、うん、向こうが絡むタイミングに絡まないといけないと。数字は取れるけどね、数字は取れるけど、あんまりね、結局リスナーが映るとか言われるからさ、映り込んじゃうっつって顔出し。配信外で向こうの枠映り込んだりとかね、イベント行くとかね、こっちが枠取らなかったら、まあまだワンチャン許されるかもしれない、うん、そこは許されるかも。別に迷惑かけなければね。でもただのファンになっちゃうからね、ただのリスナーにね。でもこれフェス行った時も外で深夜庁が配信してたけどってネタにしてたからいいのかなって思っちゃうね。なんかね、結局ライブの会場でさ、もうあの中もできんやけど外もできんみたいな感じで、そのネタになってたからさ、だからなんかいいのかなって思ったけど、うん、ガチなのかネタなのか分かんないからさ、その迷惑なことを取り上げるわけじゃん。だから迷惑なことしないと絡めないみたいな、イコール、うん、これこれとね、真っ当な人間は絡めないんですよ、これこれと。変な人じゃないと。ヘズマ流もそうだし、変じゃん、勇敢も。普通の人間はね、取り扱わないから、これこれ、ああいう変わった人がねネタになるんですよ、結局。チケットもらったりとか、あ、実はでもこれこいのライブのチケットももらいましたよ、僕ありますもん、実は、うん、これローソンチケット、ほら実はあるんですよ、リスナーさん送ってくれて。でもなんか延期になったんですよ、9月25日。これって恋ですか。あんま映すとバレちゃうからあれかな、名前は映さない。これほら、これって恋ですか、ね、あんま映すと。ライブね、チケットいりますかって言われたからもらったんですけど、これは別に悪いことじゃないの。別にダフ屋とからもらったわけじゃないし、当日そうやって入ったんだよ。だから行こうと思ったら行ける。でも行かなくてもいい。なんかでも叩かれそうだよね。あの身内の件とかあったしさ。お前が来るか、そう、来んなって言われるからね。これ来んなってやつはブロックしとこうかな。お前が来んな、逆に。まあ配信外やったら別にね、しかもあの変装していけばね、新やっちょって存在を隠せばいける、うん、でもデキンって言われてるからデキンって言われてんのに行くと、それまた揉めるような気がするな。どうなんだ、行ったとも言わんかったらいいか、行ってもなんなん、マスクしてるからみんな顔とかわからんけど、